ヤン・クロムカンプは、オランダ出身の元サッカー選手、元オランダ代表。現役時代のポジションは右サイドバック。初期、AG フリースラント州マッキンハに生まれた、クロムカンプは、エールステディビジのゴーアヘッドイーグルスでキャリアを始め、1998年9月12日の FC オス戦で初出場を飾った。2シーズン目の1999から2000シーズンは、中心選手として33試合4得点を記録した。一部の AG アルクマールと契約した2000から01シーズンからすぐさま地位を確立。4シーズン目の2003から04シーズンに全試合し、シーズンを UEFA カップ2004から05予選、出場権の5位で終えることに貢献すると、その UEFA カップでは準決勝進出と大躍進を遂げた。しかし、準決勝のスポルティング CP 戦前に、左足首の関節部分を損傷し、手術のため離脱が決定した。ビジャレアル、リバプール2005年8月2日に、ビジャレアル CF と長期契約を締結するも、出場機会は限られたものとなり、2005年12月29日に、ホセミと交換する形で、ビジャレアルとリバプール FC がクラブ間合意に達し、2006年1月4日に、正式に、リバプールと契約した。1月7日にルートンタウン FC との FA カップ3回戦で初出場を飾る。アイルランド代表のスティーブ・フィナンから定位置を奪取できず、FA カップ決勝戦のように途中出場が主だったため、アンフィールドでの生活は短いものに終わった。PSV、晩年、翌2006から07シーズンは、リバプールでリーグ戦に出場していたものの、2006年8月31日に PSV アイントホーフェンへと売却され、ブラックバーンローバーズ FC へ移籍したアンドレ・オイエルが着用していた背番号2を引き継いだ。PSV では最初の2シーズンでリーグ戦54試合に出場し、両方で優勝を経験。また、UEFA チャンピオンズリーグでは2006から07、2008から09と2大会で、リバプールと対戦したが、4試合で引き分けに持ち込めたのは1試合のみだった。その後の2008年から2010年までの間は、負傷に苦しみ出場は限られていた。2011年2月22日にプロキャリアを開始した、ゴーアヘッドイーグルスと、同年7月までの契約を締結。2013年6月23日に、慢性的な膝の問題から、現役引退を表明した。ディルク・カイト、ハリド・ブラールズ、ロメオ・カステレン、バリー・オプダム、ヘドヴィヘス・マドゥロ、ヨリス・マタイセンらと共にマルコ・ファン・バステン新監督の下でオランダ代表に招集され、2004年8月18日にスウェーデンとの親善試合で初出場を飾る。翌2005年は右サイドバックの一番手であり続けていた。2007年5月26日に VV Achtとの親善試合後の夜11時頃、駐車場で車に乗ろうとしたところを男2人に襲撃され、鼻を骨折し頬骨と眼下を負傷した。その後、18歳の少年2人に対して200時間の社会奉仕と1ヶ月の執行猶予が言い渡された。クロムカンプが今季絶望に、クロムカンプがビジャレアルへ。クロムカンプがリバプール入りか、リバプール、クロムカンプ獲得を発表。クライファート、PSV で母国へ復帰 PSV のクロムカンプが長期離脱へ、クロームキャンプキルトナエルフジャータークベ、ゴアヘッドイーグルス、ブレスルヌプトクロームキャンプスピーラースキャリエールテ、ビーンデージン PSV、ER クロームキャンプミシャンデルドナブリエンツェチャペラウク、ドゥエル、クロームキャンプニートバーバルグドボースレーガン EN。バーワンディングン。ありがとうございます。